ですよね、はい、ですからこれがもう本当に山場になるんじゃないですか。そうですよね。そしてこの後ね、送りバント成功でワンアウト2塁でバッターボックスは水健励みには、勢いにはなったと思いますよね。そうですよね。まあ、そのサヨナラゲームという、ね、はいはい、確保でした。今日が西武戦の2試合目になります。この表でありますがチャンスを迎えています。詰まった当たりは砂さん当たってセカンドがファーストがセカンドが回り込んだ。白井がどうだ、取ったか取ったか、あクリアして、そして今度は200へ向かってスタートを切っているわけですが、現在6勝4敗です。渡辺から見ればこのまま終わってしまいたいというその1回の裏になりますが、ワンツーが始まりました。1回の表セーブは0点です。その裏の攻撃です。今日は低めに投げようって気持ちが低く外れてるなって感じしますけどね、はい、空振り、スウェンツーランナースタートを切ってセーブの9勝3敗ですから、そうするとやっぱり日本ハム近鉄この2つがね、はい、どういう風に、そうするとこの上位セーブを追うには日本ハム近鉄がね、はい、あったんですが、しかしそう言われたらやっぱり勝っちゃうあたりがね、さすがというところ、バッターの広瀬、バットはこれは振っています。を見ますと大体があのヘッド回ってる時多かったですよね。4回の表の西武の攻撃はバッターボックスの清原、序盤は0、バッターボックスは秋山、そして公示されました。4打数の1安打、その1本の今初球打ち込む球見逃しましたね。ランナーはセカンド、田村外へ構えます。このボールです、先ほどのと同じようなところですね。同じですよね、これ ね、 そうですね、ま、ややっぱり中に入っている分今は見逃してもストライクと、いうことなんでしょうが、やっぱりこの辺が西崎の気持ち、2つのフォアボール、フォアアウト2塁ですから ね、ここで点が入らないと、外、スース、空振りの三振、スタンドの最前列にこのボールが吸い込まれていきました。まあ、この打点分ね、この回は低めに来てますね、よくね、はい、145、これは2ボール、3球目3ボールになりました。今日のしかしその後ちょっと乗れなかったですね、はい、もう一つ、ピッチャーから見れば嫌なんですけどね、はい、逆に2番の場面はね、スウェンドは空振りの三振、ここはファールで試合終了、打ったセンターです、センターです、鈴木が構えています。3アウト、試合終了、日本ハムが勝ちました。